ナバホナショナルモニュメントデビルスタワーナショナルモニュメントマタンザス要塞ナショナルモニュメント自由の女神像ナショナルモニュメントアメリカ合衆国の指定するナショナルモニュメントはアメリカ合衆国の文化遺産保護制度の一つ日本語では国立公園に対して国定公園と訳されることがある場合によって国定記念物や国定史跡などの翻訳も見られる アメリカ合衆国大統領が遺跡保存法に基づき指定する。アメリカ合衆国のナショナルモニュメントはアメリカ合衆国の国立公園に類似した保護地域である。異なるのは大統領が議会の承認を必要とせず短期間で米国内の地域をナショナルモニュメントであると布告することができる点である。ナショナルモニュメントは 国立公園ほど野生動物を保護することはなく、国立公園ほど資金を必要としない。ナショナルモニュメントと国立公園の違いは保護されるものの多様性の程度にもある。ナショナルモニュメントは少なくとも一つの類のない資源を保護することを目的とするが、国立公園ほどの多様性を持たない。国立公園は数多くの類のない特徴を保護する建前となっている。 しかし、国立公園、ナショナルモニュメント、国有林などの中の地域、あるいは、それを超えて広がる地域は、国立公園よりも、はるかに強力な保護が可能な自然保護地域の一部となることがあり得る。もっとも、農務省森林局と土地管理局によって管理されている自然保護地域は、しばしば狩猟が許可されている。ナショナルモニュメントは、国立公園局、 農務省森林局、野生生物部、土地管理局によって管理されている。ナショナルモニュメントを設立する権限は、セオドアル・ウズベルト大統領の時代に制定された遺跡保存法に由来する。大統領は、ワイオミング州のデビル・スタワーを最初のナショナルモニュメントとして布告した。彼は、議会の動きは遅すぎて、国立公園にする頃には台無しになっているだろうと考えたのである。 法術の通り、もともとは比較的小規模のものが想定されていたが、非常に大きなものまで含むように運用されてきている。日本の天然記念物は、英語でナチュラルモニュメントという。1906年の遺跡保存法は、西部の連邦政府の土地にあるほとんど有史以前のインディアンの遺跡と埋蔵物の保護についての懸念に、起因するものである。同法は、 合法的な考古学的調査研究を許可し、許可なしに埋蔵物を持ち去ったり破壊したりした人に罰を与える権限を与えた。そして、大統領に歴史的な価値のある建造物、歴史のある、または戦死時代の構造物、その他の歴史的、科学的な価値のある物件をナショナルモニュメントとして布告する権限を与えた。ナショナルモニュメントによる制限はいかなる場合でも、 保護の対象物に係る適切な配慮及び管理と両立し得る最小の地域に限定されるものとするとされている。したがって、もともとナショナルモニュメントは戦死時代の文化的作品、遺物を保護するために布告されること、そして小さいことが期待されていた。しかし、法の中で科学的な価値のある物件とされていたため、セオドアルーズベルト大統領は、 三ヶ月後に地質学的な特徴のあるワイオミング州のデビルズタワーを最初のナショナルモニュメントにすることができた。1906年に同大統領が布告した三つのナショナルモニュメントの中には自然物であるアリゾナ州の化石の森がある。ナショナルモニュメントが小さいものであるという期待もまた間もなく踏み越えられた。1908年、ルーズベルトは再び 同法を3200平方キロメートル以上あるグランドキャニオンをナショナルモニュメントとして布告するために用いた。1918年、ウッドロー・ウィルソン大統領は4000平方キロメートル以上あるアラスカ州のカトマイナショナルモニュメントの布告を行った。カトマイ国立公園はその後の遺跡保存法に基づく布告によって後に1万1000平方キロメートル近くに広げられ、 長い間、最大の国立公園であった。化石の森、グランドキャニオン、カトマイは、多くのナショナルモニュメント同様、後に議会によって、国立公園に変更された。アリゾナ州とアラスカ州における遺跡保存法のこの拡大解釈に対する、大きな議会の反対はなかった。この理由の一つには、アリゾナ州とアラスカ州は、当時議会に代表者を送り出していない順州に、 過ぎなかったことがある。大きな反対が初めて実際に起こったのは、1943年、フランクリン・ルーズベルト大統領が、ワイオミング州のジャクソン・ホール・ナショナル・モニュメントを、布告した時だった。議会が、ジョン・ロック・フェラー2世が取得した土地の寄付を受け取るために、グランド・ティトン国立公園の拡張を承認することを拒否した後、大統領は、この布告を行った。 ルイズベルトの布告は議会を迂回するための遺跡保存法の利用について避難の嵐を引き起こした。ジャクソンホールナショナルモニュメントを廃止する法律が議会を通過したがルイズベルトは拒否権を行使した。議会及び裁判を通じた布告権限への異議申し立てが相次いだ。1950年議会はとうとうジャクソンホールナショナルモニュメントの大部分を グランドティトン国立公園に組み入れたが、同時にワイオミング州における、布告権限のさらなる行使は禁じられた。1943年以来、布告権限は非常に控えめに行使されてきており、事前の議会への相談と、その指示なしには滅多に行使されない。例えば、1949年、ハリー・トルーマン大統領は、アイオワ州からの土地の寄付を受け取るため同州の、 代表団の依頼を受けてエフィジーマウンズナショナルモニュメントを布告した。地元及び議会の感情に対する挑戦に見えるような布告権限の行使がなされた珍しいケースでは議会は再び報復した。1961年、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領は退任直前に議会が関連する国立歴史公園の法律制定を拒んだ後、 チェサピークとオハイオ運河ナショナルモニュメントを布告した。会員の内務委員会議長、コロラド州のウェインアスピナールは、1960年代の終わりまで、その後のチェサピークとオハイオ運河公園法を妨害する行動で、これに応えた。布告権限の最も大幅な行使は、1978年、議会がアラスカ州で強行に反対された主要な アラスカと地方を通過させず9回に入った後、ジミー・カーター大統領がアラスカ州で15の新しいナショナルモニュメントを布告した時である。1980年、議会はこれらのナショナルモニュメントのほとんどを国立公園に組み入れる修正法案を通過させたが、同時にアラスカでの布告権限のさらなる行使を制限した。その後、布告権限は1996年、 ビル・クリントン大統領がユタ州のグランドステアケースエスカランテナショナルモニュメントを布告するまで行使されることはなかった。この行為はユタ州ではかなり不評で法律で大統領の権限はさらに制限されることとなった。今日までいずれの法案も成立していない。クリントン大統領によって新設された16のナショナルモニュメントのほとんどは 国立公園局ではなく土地管理局によって管理されている。国立公園局によって管理されているのは、ガバナーズチマナショナルモニュメント、バージン諸島産後賞ナショナルモニュメント、ミニドカ収容所ナショナルモニュメントである。ジョージ・ W ・ブッシュは2006年の遺跡保存法の100周年、記念日に2つの全く異なるモニュメントを布告した。黒人墓地ナショナルモニュメントは、 ニューヨーク市内の小さな遺跡発掘現場である。パパハナウモクワケア海洋ナショナルモニュメントは太平洋のおよそ3万6千平方キロメートルを保護している。これは米国のすべての国立公園を合わせたものより大きい。大統領はナショナルモニュメントを新設するだけでなく既存のものを拡大するために遺跡保存法の布告権限を用いてきた。例えば、 フランクリン・ルーズベルトは、1938年に、大きく大画像、ナショナルモニュメントを広げ、リンドン・ジョンソンは、1965年に、エリスト王自由の女神像ナショナルモニュメントに加え、ジミー・カーターは、1978年に、クレイシア米国立公園とカドマイナショナルモニュメントを、大きく拡張した。ライカート &W、テオドル・ローズベルトトレジャー・アイランズ、 2006年6月15日閲覧、ありがとうございます。